どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、もっと東京キャンペーン直前解説ということで、本日ですね、もっと東京キャンペーンが開始になります。やっとですね、東京都民の方が GoTo トラベルキャンペーンと併用してね、補助金が出るといった形になりますので、まあ、お得にね利用できることは間違いないというふうになりますので、ぜひね東京都民の方はですね利用してみていただきたいなというふうに思います。以前ねこのもっと東京キャンペーン自体の解説動画っていうのは出させていただいておりますので、ちょっとね細かい話ね全然わからないっていう方はそちらね参考にしてみていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、簡単にねもっと東京キャンペーンを解説すると、東京都民の方が東京都へのね旅行が対象というふうになっておりまして、もっと東京キャンペーン自体はですね来年の3月31日までのね対象というふうになっております。金額に関してはですねこんな感じになっておりまして、宿泊を伴う場合であれば1名1泊あたり5000円の補助金というふうになっておりまして、日帰りの場合は1人1回あたり2500円のね補助金が出るっていった形になります。でですね GoTo トラベルキャンペーンと併用する場合と併用しない場合でですね、最低利用金額みたいな感じで値段がね設定されているっていった形になります。でですね、こちらのもっと東京キャンペーンなんですけども、まあ、本日からですね開始になるっていった形になるわけなんですけども、これに伴いましてですね追加で発表がねされております。でですね連泊についてなんですけども、こちらはですね1人1回5泊までっていうことがですね追加されたということになりますんで、まあどんなにお得に利用できたとしても5泊までっていった形になりますんで、まあそれ以降はですねホテルを変える必要があるっていった形になります。まあ個人的にはですね、まあ5泊連泊してまた5泊ね連泊する方っていうのはまあそんなにねいないと思うわけなんですけども、まあ、このもっと東京キャンペーンっていうのは本当にギリギリのね値段で利用するとですねかなりお得に泊まれるっていった形になりますんで、まあ、こういうのがね追加されたのかなっていうふうに思います。でですね次に販売開始についてなんですけども、本当に10月の22日、昨日の夕方ぐらいにねこちら発表になったんですけども、10月23日にね販売開始っていうね事前アナウンスが、まあ、今までねされてたわけなんですけども、販売開始時代が本日の14時からね準備でき次第開始っていう風にね変更がされましたということですんで、まあ、本日のですね14時から、まあ、準備が整ったね事業者からホテル予約自体がですね開始になるっていった形になりますんで、まあ、こちらね一斉スタートではありませんので、この点はね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。まあ、個人的にはですね、まあ、もっと東京キャンペーンね利用される方はですね、まあ、どのエリアでどのホテルにね宿泊しようかなぐらいね決めておくとですね予約ねしやすいかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、報道発表とかがですね出てないホテルだとですね、このもっと東京キャンペーン自体が利用できるかどうかっていうのはですねちょっと何とも言えない部分なんですよね。でですね楽天トラベルとかヤフーとか一休とかねありますよね、こちらについても開始時間についてはですね未定っていった形になっておりまして、またねマリオットヒルトンのね一部のホテルもですね対象っていうふうになると思うんですけども、まあ、こちらに関してもですねまだ未定っていった形になります。ちなみにですねマリオットボンボイホテル自体はですねアロフト銀座に関してはですね、まあ、参加しないのではないのかっていうね情報をいただいております。またですね、まあ、こちらねネットニュースとかになってたんですけども、メズム東京ありますよね、あちらに関しては対象っていった形でね販売があるっていった形になります。それでは次にですねもっと東京キャンペーンと GoTo トラベルをね併用した時の価格表一覧というねちょっと作成しましたので、ちょっとねこちらね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、でですねこちらの表ね見ていただければ本当にね一目瞭然でわかると思うんですけども、ここら辺の価格についてはですねはっきり言っても実質黒字もしくは支払額のね同等のね地域クーポンがもらえるっていった形になるんですよね。1名9000円であれば850円を支払ってですね地域クーポンがね1000円もらえるっていった形になりますからね、本当にお得レベルではないですよね。まあ個人的にはですねおそらくまあここら辺のね価格設定のホテルがですね出てくるのではないのかなっていうふうに思っております。利用者からするとですねこの実質黒字であったりですねもしくはね支払い
倍額とねトントンになるようなね価格設定をね選ぶ人が多いというふうに思いますので、まあ、せっかくね、まあ、こういう価格でホテルね利用できるのであれば、まあ、皆さんね選ぶというふうに思いますので、利用される方はですねぜひね検討してみていただけたらなというふうに思います。それでは次にですねちょっとね気になっている方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、こちらの表のですね青い部分をですね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね2名一室1万8000からね記載させていただいたわけなんですけども、こちらに関してはですね今回のこのもっと東京キャンペーンっていうのは GoTo トラベルキャンペーンを併用した時に1人の支払い金額が9000以上じゃないと、まあ、こちらね対象にならないっていった形になるんですよね。っていうことですので、仮にね2名一室で1万7999円以下のね支払いだった場合、まあ、こちらねどうなるのかなというふうに思ってたわけなんですけども、ちょっとねこの点についてはわからなかったので事務局の方にね問い合わせさせていただいたわけなんですけども、こちら1万8000未満の場合はですね補助に関しては0円っていった形になっておりまして、個人的にはですね1人分のね補助ぐらいは受けられるのかなっていうふうに思っていたわけなんですけども、受けられないっていうね回答でしたので、この点はですね覚えておくようにしてください。ですので基本的にはですね1名利用の場合であれば9000以上、2名の場合であればですね1万8000以上ねといった形でね利用していただければ、まあちょっとね後々嫌な思いねしないかなというふうに思いますので、この点はですね注意していただけたらなというふうに思います。それでは次にですねこのもっと東京キャンペーンのお子様料金に関してなんですけども、お子様のね料金に関しては GoTo トラベルキャンペーンっていうのは小さいお子さんでもですねカウント対象になるわけなんですけども、このもっと東京キャンペーンに関しては宿泊料金のねかかわからないお子様に関してはカウントされないっていう風になりますんで、この点はですね覚えておくようにしてください。またお子様料金が設定されている場合で大人2名子供1名みたいな感じでね利用した場合、どのようなね計算方法になるかというとですね、全員の旅行代金を合計して3人で割ってですね1人の旅行代金の価格がですね GoTo トラベル併用であれば9000以上、 GoTo トラベルね併用でなければ6000以上ね行っていればですねこちら3人分ね対象というふうになるわけなんですけども、ここはですねお子様がいらっしゃる場合は特にね注意していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねもっと東京キャンペーン直前解説ねさせていただきましたけども、やっとねもっと東京キャンペーンね開始っていうふうになりますんで、東京都民の方はですね東京都内限定になるわけなんですけども、お得にね旅行行けるっていった形になりますんで、ぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。